さあここはまた相馬、相馬シュートいった村上。前半も残りわずかになってきました。さあチアゴサンタラつきました。前に3人いる。クロスボールを入れる。七が戻したボールを見逃し、よく触った村上。ピッチが濡れてるので、うん、まあ、ゴールキーパーの前でバウンドさせるようなボールでちょっとアクシデントを起こさせるっていうのも面白いかもしれない。エドゥアルド村上。そして先頭一人かわして、先頭左足、うんとこのまま押す村上。ただ山下、さあこのボールいいのが残した。いいのいいの村上。庄司曲がっています。高いボールを入れてきました。リアンドロ・ペレイラを狙った。その後ろからシュートは放つ村上。めぐってシュートいった。だなって感じしますね。さあここアダユートからつながったぞ、ディエゴ・オリベイラ。ただわずかに入らない。出てきた小川のクロス、田川いる。オリベイラ、ディエゴ・オリベイラのボレーでしたが村上。こじ開けたい広島、粘りたい福岡。ハイネルのボールです。サントス飛んだ、東、ナイスキーパー村上。あとここは横に流して関根になります。そしてまたあとシュート、武藤、武藤のシュートは村上。山中かというところですが、山中とコーナー変化をつけてクロスボール、鋭いボールが入りました。ミドルシュート、こぼれてキッカー上原です。折り返し関口、いいボール、高いボール平岡、ヘディング村上、よく防ぎました。そしてシュート、関口が入る。折り返しはどうか、ニアニカとフォギーニョが狙うか、振り抜いたフォギーニョ、また村上。ここで中に入れてくる、巻いてくるボール、中原のヘッドがボレーシュート、赤崎のボレー。下田が拾います。渡辺新太、さあ長澤にボールが出た。村上ナイスセーブ。高澤左足、おとゆっかーでよしのぎました。村上真ん中に蹴ったが村上しのいだ。滑りましたがこれを中川が拾う。スピードがある、抜けて左足、して取りに来ないんだったらキープしてればいいわけですからね。 2-0 ですからね。はい、サイドからエウェル伸びてくる。オダイヤード、もう一度胸コントロールからボレー。拾ってエウェル、オダイヤード、よし強烈。小池が拾ってエウェル、おお外ヘッド。球種も豊富、宇佐美直接行った。宇佐美この辺りもセットプレー、ねえ、まあ、おっとここで森下が抜けます。阿部が入ってくる。森下抜けて森下シュート、村上止めた。そんな動きしてましたから、あっと粘った森下、中央、柿谷、自分で行った。中央、シュルイルソク、
近いところ柿谷シュート、村上止めた。ベンチの遠野あたりもそういう話はしていて、やはりあの薫、青、まあ、三笘と、ね、田中が抜けたから負けたとは言われたくないという。さあレアンドロ・ダミアン、おお村上、車屋です、シミッチ、さあ宮城取った、村上、さあシミッチ細かいパスつないでいく、この辺りの崩し川崎らしさというところになる。さあダミアンに出た、ダミアンと村上、一度弾いたのは七、正面からピッツカー、最後は角が出た、エンド、マラキシュート、本当に強いですよね。そうですね、裏一発やった、決定機だ、そのままシュートはキーパー正面、湘南の攻め、いいポストですね。さあシュートさん、さあこれは柔らかいボールでキーパー、まだ山口総司監督体制では点が入っていませんが、チャンスだ、そのまま谷くん、わずかに左、かなりこう樋口を意識、その樋口さんは前を向いた、山下、おお村上、ファンがこれは流しています、小山津のクロス、あっとそらしてエドワルド、ただ素早くスローイン、大畑から小山津、村上、左サンペール、間を通しました、前を向いている、クルキッチ左足だ、裏を取る、出せるかどうか、さサビオからのボール、クリスティアーノ、こぼれている、あーナイスキーパー、武藤、横パス、サビオ、渡辺陽馬、柔らかいボールで高萩へ、森重、ミドルシュート、